どうもジョディです。今日は家の方に帰ってきましたら、なんかどでかい箱が届いてましたので、こちらの方を開封してみようと思います。はい、ということで Amazon さんから届いたのはシャンティの、ニューアルバムになります。シャンティーズララバイです。ということで、今シャンティさんは、ニューアルバムのこのアルバムの、発売記念ツアーをしているところだと思いますが、これ撮ってるのは今、2月15日なんですけども、名古屋でも、こちらだと、ブルーノート名古屋の方で2月19日行われます。僕もそちらの方行ってきますので、それまでにちょっと聴こうと思って購入しておいたアルバムです。では早速今からゆっくり聴いてみようと思います。はい、どうもジョディです。ということで、レコードを聴いてる間にえらいなんかちょっと変わってないかっていう部分気づきの方もあると思いますが、まず帽子変わってますね。グラサンも、してませんでした前回で、何気にこのセーターは今回偶然一緒なんですけど、中の服は若干色が変わってます。そして何が変わったかっていうと、こちらです。じゃじゃじゃーん、わかりますかね。ジャケットの方に、シャンティのサインが入ってますということで、実は先日レコードを聴いてる途中で寝てしまいで、収録する時間がなくなり、でその後、まあ毎晩のようにレコードを聴く時間はあったんですけども、この録画をするという時間がなくて、そのままライブ当日を迎えてしまいのライブからまたさらに、4日5日ほど経って、本日やっとこうしてお話しできる時間ができましたということ で、まずこちらのアルバムの方なんですが、その前に、シャンティ自体ご存じないっていう方のためにちょっとだけお話していくと、まあ、ジャズボーカリストっていう感じなんですけどね、どちらかというとただポップな感じ、選曲もそうですし、まあ音作りも結構ポップな感じの音作りです。でこのシャンティですけども、フルネームだとシャンティ・スナイダーっていうんですね。あれじゃあ2世かなんかっていうことなんですが、実は五代後の、トミー・スナイダーさんの娘さんっていうことです。で、まあ、僕もそれ全然知らなかったんですけどね、ただシャンティで音がいいっていう CD とか、まあ、今回レコードも出ましたけど、あとまあハイレゾ音源なんかでもすごい音がいい、録音がいいっていうのですごい話題になって、それで耳にして聞くようになったんですけども、確かにねすごい音が良くって、まあこのアルバムもそうなんですが、今回じゃあこのアルバムどういうコンセプトかっていうと、まあここのちょっと帯の文章を読むと、ゆっくり休んで長く愛して、ぬくもりのナチュラルボイスに身を任せ、今年の冬はシャンティに包まれたいっていうことで、まあ発売されたのが昨年末ということで、冬っていうのをすごい意識した音作りになってます。で選曲の方はこれライブで言ってたんですけども、まあ、シャンティ自身が昔からすごいずっと歌いたいな、すごい大切にしてきた、自分が好きで大切にしてきた曲だ、歌いたいなとは思ってたけど、若い頃の自分ではまだちょっと歌えないと、いろいろやっぱりその単に歌うだけじゃなく、自分の人生経験とかもちゃんと積んだ上で歌いたい曲、それを今回もう一気にやっと出せましたっていう感じみたいです。でその中でもそれを特に強調してライブの時言ってたのが、まあこのアルバムだと A 面1曲目になります。スティングの Fields of Gold なんですけども、まあ僕もこの曲が一番このアルバムの中でもうスタートからすごいいいなっていう感じはしました。で一応参加ミュージシャンの方をお話してきますと、ギターが、西山文夫さん、ハンクさんですね。であと木原涼介さんで、ピアノが、宮本高菜さん
で、1曲だけですが、シングライクトーキングとか佐藤筑前さんのバックでも弾かれてます。塩野屋悟さんも弾いてます。であとキーボードにフィリップ・ブーさんで、ベースが、岡澤明さんと、鳥越圭介さんで、アコースティックベースでクリス・シルバースタインっていう方が弾いてます。であとドラムの方がですね、これが僕大好きなんですけど、あの鎌田清さん、桑田佳祐さんのバックなんかで弾いてる方ですけどもね、重鎮鎌田清さんが叩いてます。あともう一人、大月秀信さん、カルトさんっていう方が、ドラムということで、まああの音自体はですね、さっきも言った、あの、もともとあの、僕が持ってるアルバムは全てアコースティックなサウンドで、まあ、あったかい感じの音作りっていうのが特徴だなとは思ってたんですが、この曲は特に その部分、あの、ハートウォーミングなっていう表現よく使いますけども、もうまさにハートウォーミングな感じの音で、まあ、冬のちょっと、冬にストーブで、部屋で聴くとなんかほわっとあったかくなる。なんか、スープ飲んであったかくなるみたいな感じの音作りです。なので、ドラムとかベースもですけど、その前に前にっていう、まあ、あるレコードで聞くと前に出てくるんですけども、ただそのアタック的な強さというよりは、その包み込むように全体が、そのでシャンティの声ももともとその妖精的なふわっとした感じがあるんですけども、それも含めてなんか前には出てくるんですけども、そのグイグイというよりは包み込むようなあったかい、感じで前に出てきてて、僕この音作りも含めてすごい素敵なアルバムだなと思って、もう最近こればっかり聴いてますね。もう特に夜寝るとき、もうこのゆっくり休んで長く愛してと言われるままに、もう寝る前はこれを聴いてゆっくり休んで、ずっとシャンティを長く愛してる状態が続いてます。僕は今回のこのシャンティズララバイに関しては、特に、まあ、他のアルバムももちろんあのハイレゾ音源とかアナログ版聞いた方がいいと思うんですけども、特にこのなんかほわっと前へ包むような音作りに対しては、 CD よりもアナログ版の方がそのぬくもり的なものは表現しやすいかなと思いますので、ぜひまあアナログ版でもし聴ける環境があれば聞いてみてはいかがでしょうか。で、ただそういうものの、僕も CD も持ってますって言ったのは、あの実は CD に入ってない曲、 CD じゃないと聴けない曲が2曲あって、それがビートルズのアクロス・ザ・ユニバースと大竹栄一さんの夢で会えたらという、この2曲はちょっと外せないだろうということで、まあ、CD は CD で僕も持ってます。まあそんな感じの、シャンティのニューアルバム、シャンティーズ・ララバイですけども、まあこれからちょっと暖かい季節にだんだんなっていきますけども、まあ真夏でなければ、僕まだこれから春の季節とか梅雨の季節も、まあ夜聴くのにいい素敵なアルバムだなと思いますので、まだ聴かれたことない方はシャンティーズ・ララバイぜひ聴いてみてください。ということで、アルバムレビューの方は一旦これで、終わりにしようと思います。